て本を読むんだ。大丈夫？いや、エアリスとは話しかけるといいんぜ。その調子だぞ。ここは町内会の建物だよ。じゃあ空は？リーフハウスの子たちいつも話し相手になってくれるの。おかげで気持ちがお若返るわ。いろんな事件のせいで休んでたクラッシュボックス、やっと再開できたよ。クラウドのおかげだ。そうだ、町内会の前にいる冴えない顔したおっさんが何でも屋を探してるってよ。何でも屋クラウドの噂流しておくよ。その方が仕事しやすいだろ。来た。今ね、クラッシュボックスをやってたの。一番たくさん箱を壊した人はこの基地の英雄になれるんだよ。本当は子供しか参加できないんだけど、クラウドは特別に許可してあげる。なかなか面白かったでしょ。また来てね。兄ちゃんみたいに強くな